で、あの薬体これね、はい、じゃあちょっと私飲ませていいですか。はい、で B 今日は2回ね、はい、今私 B も飲ませちゃいますからね。また取りたいんだけどね。でも取ったら多分出血するだろうからさ。そうですね。はい、ごめんね。もう確かに飲ませにくいね。こうしたら。はい。から B の薬も。はい。まあ割と飲んでくれるの。そうですね。いいけど、どうしても仰向けになっちゃいます。おうちだと。うちだとそうやってやると鼻からブッて出ちゃう。鼻から出ちゃいます。で、ウホウホみたいちょっともうちょっとひっくり返してるかもしれない。なんでそこがね。これパウダーだけじゃなくて、で上の方はもう噛んじゃうんですね。だから上の方がちょっと広がったような気がしますね。もうあのパウダーだけかけておきましょう。そうですね。あの液のやつはまあ、あのまだ全然あるんです。ありますよね。でパウダーの方だけちょっと1日2回薬飲ませる時にはねかけてあげてください。よし、はい、じゃあこれぐらいですね。だからまあそういう積極的なことは もちろんできないんだけど、うん、まあ、あの肺をとにかく直したい、ね、うん、そこはそこをちょっと直すように しながらね、うん、リサロパン積んで、でも中のはしょうがないですね。その腫瘍が終わって、そう、ね、触れないよね。触れないよね、うん、骨の切開か、いやこれは骨に転移してる、骨に転移することが多いんですよ。でなおかつさ、あの胸部、肺もなんか白くなってるからさ、うん、どうも肺への転移もあるんじゃないかなと。全然弱ってはないんですけど、うん、相当進まんと弱ったところは見せませんよ。ああ、なるほど、うん、はい、じゃあダイレクトに飲ませる薬ね。で水に入れる薬はまだありますよね。もちろん水に入れる薬2種類のやつね、はい、あれはなくなるまで使っていただいていいですからね、はい。あ、でも黄色いのがもうあんまりないかも。もうな、1週間ない。あとちょっと赤いのはイソジンの匂いがちょっと強いので、うん、溶度が入ってますん で、うん、でちょっと少なめにしてます。黄色いのはちょっと2滴ぐらい入れて。あ、そうなんだ、うん、出しといた方がいいですか。あ、出しといた方、出していただいた方がいい。はい、じゃあ黄色い方出しておきますね、そうですね、うん、で、エンドはもう取ったんですよ。エンド取って、あ、エンドそうね、ない方がいいでしょうね、うん。皮付きも入れた方がいいですかね、うん、あんまり食べてくれるんだったら皮付きも入れてあげてもいいですよ。ただペレットが全然食べなくなっちゃったんで。あ、そっか。そこはどうしようかなって。じゃあハンドフィーリングにします、うん、だと両方も食べてくれる。両方食べてくれる。じゃあ、うん、ハンドフィーリングにしてください、うんうん、そうです。両方食べた方がいいと思いますから。うん、そうですね、うん、はい、じゃあね、直接飲む薬と、じゃあお水に入れる黄色い方の薬ね、はい、出しておきます。で、まあ、まあまあ頑張ってくれてれば、うん、1週間ぐらいで見せてください。そうですね。はい、わかりました。ただなんかあの調子悪い、例えば呼吸がじっとしてても早いとかさ、そういうことが、まあ、近い将来起きてくる可能性があります。あ、そうね、どん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 肺に転移してくるとね。それからあと骨がもっともっと転移して弱ってくると、しっかり握れんくなってくるとかね、そういうことも起きてくる可能性がありますね、将来的にはね。まあでもちょっと、でも要はリノックスって痛み止めなんですよ。あ、そうなんですか。かなり強力な消炎鎮痛剤で、ちょっと腫瘍の成長を遅らせる働きがあるから、そういったことと、ああいう抗戦照射することによってもちょっと成長を遅らせる可能性があるので、その辺をちょっとやりながらね、やっていきましょう。はい、はい、ありがとうございます。